10月19日はブラックマンデーが起きた日。1987年10月19日のニューヨーク株式市場の大暴落を指してブラックマンデーと呼びます。この暴落の下落率は 22.6% もあり、世界恐慌の引き金となったブラックサーズデーの下落率 12.8% を大きく上回り、史上最大の暴落となりました。来月にはアメリカ最大のセール日、ブラックフライデーがありますが、こちらは打って変わって明るい話ですね。ところで、ブラックマンデー、ブラックサーズデー、ブラックフライデーと来たけど、他の曜日はどうなっているのかしら？ブラックチューズデーは、1929年10月29日に起こったアメリカ株式市場の大暴落。ブラックウェンズデーは、1992年9月16日に起こったイギリスのポンド危機。ブラックサタデーは、プロレスの話ね。フィンス・マクマホン率いるプロレス団体 WWF が、他団地 CW のレギュラー番組枠だったスーパーステーション WTBS の毎週土曜夜の放映枠を乗っ取った事件ね。この事件によって、この後10年以上にわたって、アメリカプロレス界の熾烈な視聴率戦争が始まるわ。ブラックサンデーは、2008年9月14日、リーマンショックの引き金になった狂乱の週末を指す人もいるわね。でも、本当に一部の人が呼んでるだけだから、スーパーボールの会場を爆破戦とする国際テロリストと、イスラエルの特殊部隊の攻防を描いた映画作品の方が出てくるわ。テロの時代を予言した映画作品という評価もあるみたいね。ちなみにブラックサンダーは、いや、ごめんね、つまらなかったわよね、こんなギャグ。10月17日は他にもこんな記念日に制定されています。気になるのがあったら本編動画も参照してみてください。